はい、どうも皆さんこんにちは、レイヤー Q と申します。今回は芸大ゲームズ03東京芸術大学大学院映像研究科ゲームコース展ということで、学生の皆さんが制作された作品を僕が実際に遊んで、これをご覧になっている皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。僕は普段インディーゲームのプレイ動画などを自分の YouTube にアップしたり、日本に海外のインディーゲームを届ける仕事をしたりしてるんですけど、今回でこの3回目となる芸大ゲームズに毎回こういう形で参加できてとても嬉しいですし、また学生の皆さんのタイトルに触れられるのが楽しみです。それではまずプレイするのはこちらのタイトル、映像研究科アニメーション専攻ゲームコース修士1年次のフ・ビクンさんが制作したミャオの歌ソング・オブ・ザ・ミャオです。主に中国南部の山岳地帯で生活する少数民族であるミャオ族をテーマにしたリズムゲームとパズルゲームを融合させたような作品です。日本語で読むところのこの苗っていう漢字がミャオっていう風に読むみたいですね。それでは早速ゲーム紹介していきます。これがね、主人公の女の子なんですけれども、急にねこういう不思議というか若干不気味な森で一人立っていて、おじいさんがいるんで話しかけてみます。大丈夫ですか？そう、主人公の名前もミャオっていう名前みたいですね。うん。なんで待っていたんですかって聞くと、自分は歌い手のチャンソンだと、名乗ってくれます。チャンソンおじいちゃん。チャンヤンの記憶の中。チャンヤンっていうのは、ミャオ族の始祖、チャンヤンのことらしいですね。大切なカエデの木が死んでしまった。ミャオ族にとってのね。なるほど。新しいカエデの種を見つけて育てなければならないということで、その役目をチャンヤンがこのミャオにね与えたということを聞かされます。なるほど。カエデの種はどうすれば見つかるんですかということで、まあ、このゲームはそのカエデの種をね見つけることが一つの大きな目的になっています。長いこと待ちすぎて思い出せなくなってしまった。歌い手は歌の中に記憶を留めておくものだ。お前がミャオ族の曲を聴かせてくれればきっと思い出せるであろうということみたいです。ミャオ族の女性はみんな歌が得意なのよっていう風にミャオは結構自信満々っぽいですね。村のどっかに古代の楽譜があるみたいなので、それを見つけて、それに従って歌ってほしいということをお願いされます。そしたらゲームとしては、こういう風に、キャラクター、ミャオを動かして、画面のね、いろんなところをこうクリックすると、なんかこう、アクションが起きるものがあって、今、破れた楽譜を1枚手に入れました。そして2枚目かな？も手に入れて、まあ、こういう風に、普通に1枚楽譜が落ちてることもある。なので、ちょっと、なんていうんですかね、まあ、脱出ゲームっぽいね、パズル要素も少しある感じがしてますね。で、今3枚集まって楽譜が2枚手に入ったので、これをチャンソンの元に持っていきましょう。で、ミャオ族にとって歌っていうのがすごく大事なものになってるみたいなんですけど、それに関しては、後からちょっと紹介しようかなと思います。まずは、楽譜のメロディーに従ってミャオが歌ってくれるみたいなんで、それを聞きたいなと思います。そしたらここからは、まあ、リズムゲーム、いわゆるね、音ゲーっていうものを楽しんでいくことになります。難易度、イージー、ノーマル、ハードがあって、まあ、とりあえずノーマルでプレイしてみます。そしたら、キーボードの SDF と JKL を使って、上から降ってくる、このね、マーク、符号を、叩いていくんですけれども、で、長いやつは押しっぱなしみたいな形で、で、キーボードにね、慣れ親しんでる人だと、結構想像しやすいんですけど、まあ、SDF は左手で、JKL は右手で、叩くっていう感じで、まあ、両手を使って、この、リズム、音ゲーを楽しんでいくっていうことになります。で、そしたら、ここからは、おそらくなんですけど、本当に、ミャオ族の音楽を、楽しんで聴くことができると思うんですけど、
普通に今失敗しましたけどめちゃくちゃね音楽がかっこいいなって僕は思いましたね。だから本当にこれなんていうかミャオ族の曲だと思うんですけど、で音自体もう叩く音自体は一応その一定の音がしてますね。同じ音がどこ叩いても同じ音がしてます。このシャンシャン鳴ってる音ですね。できればコンボをたくさん続けた方がいいということで、でやっぱり音楽のところを、まあ、すごく楽しんでほしいのだと思うんですけど、こんな風に曲の部分はねすごく音が大きいように作られてるなって思います。はい、なので1曲自体は、それほど長くはないんですけれども、すごくね綺麗な音を聞くことができますね。あのコーラスがミャオの声だとしたら結構大人びてるなとかって思ったりもしながらで、なんかスコアみたいなのも出てちょっとミスが3回出てますけれども、こんな形で思い出したぞ、このミャオの音楽で記憶を思い出した。キャンソンがいろいろ喋ってくれます。なんか詩的な歌ですね。豊かな緑をまとうおね、今であればこそ語らずとも見えること、古を見渡せば幾千の種子が東にあり、幾百の種子が東にあり、すべては天の東方、北条の家にありき、ということで、種はなんか東の方にありそうだなみたいなことを教えてくれます。これが歌詞。なるほど、すべては天の東方、東の方、北条の家にありきだから、まずは東の方を探してみます。気をつけていくのだぞ、ということで、ちょっと東の方を見に行ってみます。なのでちょっと、まあ、僕が調べた限りの話なんであれなんですけれども、まあ、ミャオ族っていうのは、まあ、そもそもね文字を持ってない民族みたいですね。だから歴史とか神話をこう歌とか踊りとか、まあ、シンプルに言葉とかで伝えてきた、いわゆる口頭伝承ってやつだと思うんですけども、まあ、それによって代々そういったものを受け継いでいくっていう民族みたいですね。でそしたらツタが絡まっていて、このアイテム選ばないといけないんですけど、こうツタをね何か処理するようなアイテムがないので、一回おじいさんの元に帰ります。例えば古代の楽譜もう一枚あったなってことで、なので歌の中にその記憶が眠ってるって言ってるのは、まあ、本当に、まあ、その通りミャオ族のそういったなんていうんですかね、特徴をこのゲームの中に落とし込んでるんだなっていうふうには思いますね。古代のメロディーをもう一度歌います。そしたら持ってる楽譜をね順番に歌ってくれるっていう、形みたいなので、もう一つ歌ってみます。そしたら、まあ、おそらく火っていうねこの楽譜なので、なんか火に関する記憶を思い出してもらってツタ焼けたりすんのかなと思ったりします。じゃあとりあえずうまくは多分できないと思うんですけど、ハードがどれぐらいハードかも、紹介しておきますでね、この後ろに書いてあるねこの綺麗な模様もねちょっと見といてもらえたらなと思いますね。で個人的にはこの火っていう曲がこのゲームの中で僕は一番かっこいい好きな曲なので、音楽ところそのところを楽しんでもらえたらなってるところですね。音ゲーはしっかり頑張ります。まあこの曲かっこよかったな。あ結構うまい。
と神秘的な感じしますよね、やっぱりね。やべ、かっこよくないですか、ここ。最後はしっとりしてる感じ。なんかクールダウン感があったりしますね。まあ見ての通りなんですけど、音ゲーの判定自体は、まあ、そこまで厳しくはないと思います、まあ、普通の一般的なそういうリズムゲー音ゲーだともう多分ゲームオーバーになってると思うんですけどそのあたりはうん、ちょっと優しめに作ってるかなっていうふうに思いますね。だからこんなにアップテンポでかっこいい曲もあるのかなって思ったりとかもしますよね。多分多少やっぱりアレンジは入ってるのかな。そのあたりも機会があったら聞いてみたいなと思ったりしますけど、思い出したぞ。ということでチャンソンの記憶思い出しタイムです。最初の1曲目のなんか歌詞を受けての始まりですね。ここまでは聞いてたところ、はい、趣旨が逃げぬよう、多分豊かな家ってことなのかな。そして読み方がわからない、多分誰か名前だと思うんですけど、趣旨は泣き叫び、家の中は大あらわ、誤って火をつけたって話ですね。どこから来たのか、もみの根を裂き、鶴をこすったか。チャニアンかな。火打ち石を叩き、そばのよもぎに火花を落とす。そして火を得るだろう。ということで、チャンソンがまた記憶を取り戻してくれました。箸。なるほど。火打ち石を叩き、火打ち石を叩き、そばのよもぎに火花を落とすだから、まずは、火打ち石を探してみます。はい。毎回ね、このミャオっていう子がチャンソンの歌への理解力が高いから、こうやってプレイヤーにまとめて、話してくれます。で、さっきね、いなかったこの雲がちょっと目につくので、雲をキャッチします。よっ、雲。これが何の役に立つかというと、カラスが飛んできて、お腹が空いた、何か食べ物持ってる？私が持ってるものを見る？ということで、雲をあげます。美味しそう。お礼にこの変な石をもらって。ということで、目的の石を獲得しました。そして、この茨のところで、石を叩くと、一瞬にして火が燃え広がって、中に入れるようになってます。でここからね、結構、いろんな要素が入ってきてて、こんな、いわゆる本当に、脱出ゲームみたいなパズル、なんか魚のマークに1から3の4かのマークがついてたりだとか、そしたらなんか開けられるみたいなんですけど、で、こういう風にちょっとクリックしてみたりしながら、なんか揺れてるんで、よっ、おっ、楽譜を見つけたわ。でも何も書いてない。でも一応持っておきましょう。なるほど。そういった楽譜もあるみたい。で、入ってみる。なんかこういうアイテム選んでください。多分これ鍵がかかってる箱なんですけど、よっ。ちょっと今鍵を持ってないので、あ、と思ったら鍵ゲット。ほら、開けられるかな。あ、これではないようです。そうですか。ここにも鍵があるようだけれども、
もう一枚落ちてきた。古代の楽譜さん。そしたら、ちょっとこの刺繍とかを見てもらうと、なんだろう、こう魚とかね、鳥が描かれていて、まあ、蝶が1匹、魚が4匹、まあ、鳥が2羽、いるので、まあ、さっきの数字のこととか考えると、なんかそういうことなのかな、みたいな、ことが分かったりします。で、魚が4で、蝶が1で、鳥が2なので、解錠してみる。そしたら、謎の巻物。なるほど。そして謎の絵。これは特にアイテムではなく、何かのヒントみたいですね。そしたらね、この床下に入ることが、実はできて、ここに何かアイテムをはめるようなものがあったりします。よっ。急に英語を喋った。おじいさんのところを持って歌を聴かせると、またストーリーが進むみたいな、ことになっています。これがね、大まかなこのミャオの歌っていうゲームの流れということになってますね。じゃあ、ちょっと、時間があれなんですけれども、まあ、最後ね、古代の楽譜1枚、歌いたいと思います。シュシっていう歌ですね。はい。なので、この、そのミャオ族っていうのは、なんか刺繍もね、すごく、伝統的なものとして有名みたいで、後ろのね、この鮮やかなマーク、多分ね、刺繍柄だと思うんですよね。なんかそういったそのデザイン的な部分にもすごく文化があるような民族ってことになってるようです。さっきの日よりは穏やかかな。ちょっと慣れてきてるってのもあるかもしれないんですけど、結構ね、指は混乱するんですよね。よっ。さっきの日とはちょっと打って変わって、割とゆったりとした曲調になってるかなと思います。なんかこうやってゲーム通じて触れることのなかった民族の音楽に触れるってのは、なんかすごく興味深い体験ではありますよね。いやー、なんかすごいね、音楽の部分が綺麗だなっていう風に感じたのが、まず一つ大きな印象というか感想としてあります。皆さんはどうですか？よっよっとかって言いながら、まあ、全然叩けてないんですけど。はい。ということで、この後もミャオは新しい楓の種を見つけるために音楽、歌を歌ったりだとか、パズルを解いたりだとか頑張っていくわけなんですけれども、ちょっと時間が、あるので、この辺りでゲームのプレイは終わっておきたいかなと思います。そのなんか一つのね、文化とかあと神話とかをテーマにして、それをゲームの中でね、伝えていくっていうことを、目的にしてるタイトルっていうのは時々あったりはするんですけれども、やっぱりね、その度にプレイするごとに、なんていうか、まあ、新しいその異文化交流のね、形としてすごくいいのかなっていうふうに僕は感じています。ただその文化を伝えることを目的としながらも、そのゲームとしてのね、面白さも楽しさもキープしていかなきゃいけないっていうのが、なんかすごくそのあたりのバランスが難しいところで、うん、そこら辺すごくね、悩みながらなんか制作されてるんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。それで今回のね、芸大ゲームズ03で発表されたのは、このミャオの歌の第1部に当たるところのみっていうことなので、来年のね、完成した作品がすごく楽しみです。それではゲームとしては途中なんですけれども、以上でミャオの歌ソングオブザミャオの紹介となります。続いてはこちらのタイトル、
映像研究科アニメーション専攻ゲームコース修士2年次のロ・イツヒさんが制作した Tears Never Fall です。ある事故が原因で無重力の宇宙域の廃墟に漂着してしまった主人公がはぐれてしまった相棒を探し出すパズルアドベンチャーゲームです。それでは早速ゲームプレイしていきます。スタート。そしたら錆びた金属の板で継ぎはぎされたような宇宙ステーションの元に吸い込まれていったのが主人公が乗ってる宇宙ポットですね。なんかこう貨物列車の車両とか、あとお風呂とか棺とかも、なんか結構ゴミがふわふわしてますね。錆びついた。だから宇宙を旅に来てるんで現代のテクノロジーよりは絶対上だと思うんですけど、なんか素材自体はすごいレトロな渋いものが使われてるというか、瓦礫といっても差し支えないようなもので組み立てられてますね。それが独特の味になってるんでしょうけど、このゲームの。そしてアームに引っ張られて連れてこられたのは、確実にもう機能してなさそうな部屋。結構怖い部屋だな、これも。なんかヤバそうな警報音がめちゃくちゃ鳴ってます。で、出てきたのが主人公ですね。移動は WASD で、やっていきます。で、そしたら、G で物を拾ったりできる。そうするとその時の記憶、二人でこの宇宙ポットに乗り込んで宇宙を旅してふわふわさまよってたら、さっきのアームに捕まったってことですね。入れられて。なるほど。多分ゲームの説明読む限りは、今のなんか頭らしきパーツが、なんだろう、相棒ってことになるのかな。だからこの宇宙のヘルメットかなだけが残ってたみたいなことなのかもしれないです。で、こうやって光ってるアイテムに関しては G で拾って G を押しっぱなしにして、マウスの方、マウスがある方にこうやってふわってね投げることができるようになってます。とりあえずはこの部屋から出たいんで、ここの、ドアの部分を目指しましょう。結構ね、主人公力持ちなんでこんな感じでスッとやってくれますよ。で、移動速度自体は結構ゆっくりしてるで、F で調べることができる。そうすると、いろんな模様が描いた、まあ、謎の装置があるんで、まあ、これはちょっと今、なんだろう、どうにもできないのかなって思ったりするので、一旦、動きます。よっ、操作したけど、そうか、はい。そしたら、次何したらいいんだろうなって思ったりするわけなんですけど、この、Tears Never Fall の機能として、ヒントっていう機能があって、次こっち見たらいいよっていう風にね、こうやって親切にね教えてくれるような仕組みもあります。なので、あそこに行かなきゃいけないっぽいので、まずはこの船かなも拾って上にちょっと放り投げておきましょう。この辺りは結構力あってよかったなって思います。そしたらこれもどかして、お、OK。で、もう一回調べてみる。そうすると、1番、2番、3番っていう風に書いてある。で、それぞれ回ってるので、で、さっきね、書いてあった模様と似てるから、なんか、そういう順番に動かすのかなとか、まあ、1回転とか3回転とか2回転。を表してるのかなとかっていろいろ思ったりするんですけれども、まあ、パズルゲームなんで、このあたりはなんとなく、推理しながらそんなことを考えてまたあそこに戻ります。それで実はちょっとここのパズルの正確な回答方法が実は僕わからなくて、
こうね回してるとこんな風にね音が鳴るんですよね。それが合ってるっていう意味合いだと捉えて3回音が鳴るリズムよくね鳴る回し方を見つけて開けることに成功しました。ちょっとねわからなかったんですよね。その右回りに1回転とか左回りに1回3回転とかなんかそういうことを表してるのかなと思ったりもしたんですけど、これ回るな、あ外れた、拾う、回転、おーなるほど、そうか画面全体を回転させるっていう方法もあるってことで、まあ、そのあたりはちょっと無重力っぽさが出てますよね。よし、じゃあちょっと上行ってみましょう。そうなんですよね、だからあそこがちょっと後で教えてほしいなって思ったりしてます。そしたら動かす何かがあるので掴めそうなところを拾って、そしてそのまま動かしてみる。でそうするとなんか太陽か、まあ太陽じゃないとは思うんですけど、なんか光がね入ってるところがあるんで、ここでいいのかな、よっ、多分これで大丈夫なはずです。でそしたらこれ下に戻ってみると、多分ねこの中にそうこの光線がねちゃんと入ってるんで、まあ、多分これを今から動かしていきます。よし、でその時に活躍するのがさっき壊したこれですね。この光線のパワーがめちゃくちゃ強いのか、一瞬当たれば起動してくれます。すごい。まあ、これ回転させてもね、別にその反射の角度は変わるわけじゃないんで、まあ、結局のところはこうやってちょっとうまいこと合わせるってことになるんですけど、まあそこに当たると、まあ、凄まじいパワーが発揮されて下の扉が開くってことですね。よっ、これはちょっと投げておこう。なのでこういった流れでいろいろな部屋に行きながら、そこを特有のパズルとかを解いていくことになります。これは上からなんか降ってくるから、この左右の鉄の柱をうまいこと使いながら上がってきてくれねって誰かが教えてくれます。これ結構痛い。で掴む、で掴んだままさっきの物投げる要領でスペースを押してギュッてスペースを押すことで、こんな感じでパワーを貯めてね動くことができるような、実はちょっとしたアクション要素もあったりします。よっ、なのでこれ掴んでもらって、こっち側にちょっと瓦礫の動きをちょっと見ながらこんな感じで上に行きましょう。はい、そしたら頭になんかえらいもん刺さってる人と一緒にさらに上を目指していきます。それでね、まだちょっと言ってなかったんですけど、このね手書き風のてか完全に多分手書きだと思うんですけど、それがさらにねその瓦礫のこの空気感と合わさって、めちゃくちゃなんか独特な世界が生まれてる、表現が生まれてるなっていう風には感じますね。なんかすごい絶対にテクノロジー的にはめちゃくちゃすごいはずなのに、なんかあえてこの手書きとレトロな素材で書くことによって、なんかこうギャップがね生まれて、ちょっと面白い表現になってるなっていう風には、思います。よっ、こんな感じでどんどん上目指していきましょう。よし、そうすると、この名前も知らない頭に何か刺さった人についていくようにしていくと、これもなんか掴めるのかな、いや掴める感じじゃない。だからなんて言うんですかね、まあいろんなキャラクターがこの先いるのかなっていうふうに思ったりはします。これもねそのチャプター1までを作品として展示してるみたいなので、話しかけてみよう。なんか変な悪魔がぴょんぴょん飛んでるんだけどっていう風な話。
この辺りは言語を使ってないので、まあ、どの国の言葉でも楽しめる、そういったメリットはありますよね。文字による情報を極力少なくするっていうね。なのでこのままチャプター1、そう、あいつがなんか悪いやつがいてこん中入ってったよってのを聞いて、果敢にもさっきの移動方法できらびやかな宇宙船に入っていくところでチャプター1が終了ということになっています。 Tears Never Fall、 涙はね落ちることがないっていうような意味合いですけれども、まあ、無重力の世界だときっとそうなりますよね。地面には落ちないと思うんで、だからいろんな意味が込められてる、もしかしたら泣かない強さなのかもしれないしっていう、タイトルからねいろんな風なことも考えられたりするのかなと思います。それでは以上で Tears Never Fall の紹介とさせていただきます。最後に紹介するのはこちらのタイトル、映像研究家アニメーション専攻修士1年次の山千佐さんが制作したおやすみワンワンです。お疲れな人のもとにやってくる謎の妖精ネムネムワンワンに癒されるタップ式のアニメーション作品です。それでは早速親ワンの世界に飛び込んでいきます。おやすみワンワンの略称ですね親ワンっていう語感がすでになちょっと面白いなって思ったりするんですけど、眠れおやすみワンワン、君はクラッシュマスター、スマホとか iPad ノートパソコンで大変なんで、それを物理的にちょっと破壊していこうという試み、これがおやすみワンワンの考え方です本当に大丈夫なのか、ベルトコンベア自分の以外のスマホも壊してる気がするけど、まあ、よかったみたいです。パーフェクト。はい、それでは続いては親ワンカレンダー。これね、おやすみワンワンめちゃくちゃテンポいいアニメーション作品なんでどんどんいきます。君はスケジュールマスターということで、いろんなスケジュールが入ったところに消しゴムを持った親ワンが颯爽と登場ということで、しっかり休んでもらうために全てのスケジュールを消しゴムでがっつり消していってます。蛍光ペンだから消しゴムじゃ消えないんじゃないかなってちょっと思ったりもするんですけど、おそらく色鉛筆を使用してたのかなって思います。消す順番とかは大丈夫、あの好きなように自由に消していきましょう。ということで11月すべて休暇、パーフェクト、ありがたい。そしたら次は親ワンシャワー、ノンストップです。ノンストップでおやすみワンワン堪能していきます。シャワーマスター、おかえり。はい、入りました。あ、ドアね。お、キャンプしてくれてる。はい、シャワー、ドライヤーまでしてくれる。やばい、湯上がりにアイスまで親ワンの帰ってからの最高のもてなしを受けてハッピーになりました。親ワンとろけ、うん、君はリラックスマスター。うん、今親ワンが目を開いていた。休むボタン、休むボタン、休んで休んで、親も親ワンもしっかり休んで。あー、極限まで休むとこうなるのか、親ワンの知られざる生態。そしてもうあっという間に最後になったんですけれども、親ワンメッセージ、これも見ていきましょう。スタンプ3つも使って親ワン表現してる。メッセージマスター、明日休みます。わー、急になんかリアルな、うわやば急にリアルな描写。もう未読スルーで寝ちゃおっかなとかって思うけど、タッチ、体調が悪くて。本当？本当です。
はい。元気そうだけどな。どこが悪いの？言いたくありません。そういう時あるよね。人間だもの。ぜひ休んで。めちゃくちゃ理解ある。なんかパッと見ずる休みなんですけど。はい。これちょっと気になっちゃったんですけど、他のメッセージのパターンどんな反応されるんだろうな。まずは明日休みます。そこからのこの音楽消える感じね。楽しい時間が一瞬で冷めたみたいな。はい。気分です。それで休めると思ってる？はい。何が、何かあったの？完全に気分です。わかる。ぜひ休んで。理解力あるな。これ結構いろんなパターン用意されてる感じがしてきた。こうなってくると、てか全部違う反応で休めるようになってるのかな。休めないパターンはなんかなさそうだぞ。これ言っちゃおしまいでしょみたいな選択肢もいくつかチラチラ見えたけど、体調が悪くて。本当？嘘です。あ、ダメですか？本当は？朝起きたら犬になっていました。犬、犬かわいいよね。ぜひ休んで。この世界では朝起きたら突然犬になることも一応認められてるってことか。そうなのか。じゃあちょっとあと1個ぐらいやってみようかな。明日休みます。こうやって見てるとなんかたびたび休んでる感じになってくるな。嘘ついて。どうしようかな。気分です。それで休めると思ってる？ダメですか？逆だったらどう思う？気分ですって言われて、ぜひ休んでって言います。言い方きついなって思います。受けた。ぜひ休んで。あ、笑わせても休ませてくれる。優しい世界だなこれ。ということで、以上でおやすみワンワンの紹介なんですけれども、こういうインタラクティブ、なんか自分でね触って楽しめる短いアニメーションが集まった作品ということで、親ワンにすごく癒されました。はい。ということで、今回の芸大ゲームズ03で僕が紹介するタイトルは以上となります。他にも VR ゲームを含む多くの作品が出展されているので、この後の配信や公式サイトを見ながらイベントを余すところなく楽しんでくれたら嬉しいです。皆さんからのコメントもお待ちしています。それではまた次回の芸大ゲームズでもお会いできることを願いつつ、この辺りでお別れです。皆さん見てくれてありがとうございます。